どうも、エルザです。それではアンチャーテッドやっていきたいと思います。今回は前回続きで20話キャラバンを追ってというところです。まあとりあえずついていくところからかな。まあ武装の方はだいぶ整ってはいるんで問題はないかなと。気をつけろ、道は細い。サリーム、まだ先なのか。あともう少しだ。輸送隊はすぐ先だ。油断するな。いたぞ。輸送隊はこのすぐ下だ。おー、見つけた。無駄遣いするな。奴ら遠すぎる。撃っても届かない。大丈夫、撃ってないから。ここは近道だ。離れるな。さあ、まだ追いつくことはできないと。頑張れ、あともう少しだ。行くぞ。結構追いかけるだけで大丈夫そうだね。トラックに乗れ。こいつらを倒すんだ。キレリは俺に任せろ。君、今左だったよね。まあいいや。馬に乗る、そういうことだよね。なんで乗れない。よし、やっと乗れた。サリーは多分先頭の車だ。はい、いやちょっと待った待った待った。どういうこと。ああ、この距離でいきなりか。この辺りが若干上がる。よし、さあこれで。よし、いいぞ。触れるね。痛い。しっかりと。危な。いや後ろから来るか。あ、事故った。普通に事故だったね。行くぞ、こっちに手を貸せ。
玉切れ、よし、これで玉切れ中やる。だが、おい、お前が殺されるとこだった。ええ、俺は殺せないぜ。砂漠のど真ん中でよく俺を見つけたな。助けてもらった。いや、サリームだ。あ、サリバンだ。ありがとう。急がなければ、奴らを都市に行かせられない。まあ、でも今は…彼の言う通りだ。あの野郎たちと何日も一緒にいたが、マーローが何を追ってるのかは分からなかった。だが、お宝じゃないのは確かだ。止めないとまずい。ナイト、すぐに立つ。乗れ。やるぞ。1秒もボケットできない。それが俺たちだ。いや、さあ、ついにサリーが救出することに成功しましたね。行け、突っ込め。嵐の中へか。お前何を言ってるか分かってんのか。私を信じろ。前へ進め。馬も嫌やわな。動物の勘があるのかもな。これ以上は行くなと。
さあ、ハンドガン片手だね。俺が見てくる。よし。貫通してた今。いや貫通はしたらあかんって。射程が厳しめなのか難しいね。お前ら目良すぎだろ。やばいなぁ。ロケットだね。降りて、いや難しいね。最高。そう。あるちゃん。攻めるといいかな。
うん。いやー、こっからか。ガンガン肉弾戦で全員やったな。全員やった。おお。今度ね。さ。さりついた。いや、大変だった。やったぞ。よし、中に入ってみよう。だから発見、なんかすごい、驚いたな。すごい顔やな。うわ、見ろよここ。本当に存在したわけか。驚いたな。これ全部磨くの大変そうだな。すごい広さだ。ダメだ。どうやら中に入る道のようだが、がっちり閉じてある。何か開ける仕組みがあるはずだ。それを突き止めよう。あたりを見てみよう。あたりね、上には登れるみたいだね。いや、見ろ、お前のノートをマーローから奪い返してやったぞ。役に立つと思ってな。さすが。なんかあるかな。まあ、とりあえず何か見つけたぞ。ダメだ。ネイト、反対側にもあるぞ。動かせるかどうか見てくる。おーい、じゃあ見に行きますか。あ、わわった。あれ、丸ボタンってだよね。いやー、わかんねえなー。はい。
ゲットして降りて、はい次。反対側ね。まあ普通にはいけないよね。ってなると、パレ使っていく感じか。そう、あそこ行けるね。待っててくれ。で、次は、うん、ほう、あー、で、ここに登ると、はい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 、スイッチを頼む。もう少しだ。スイッチね。よし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 、これで。いいか、行くぞ。押せるわけだ。知恵の門だったわけか。すっごいな。サリー風に言えば、こいつはぶったまげた。で、ちょっと待ってね。降りるには壊れてるからこう回るしかないか。あ、いや、あった。はい。考えたね、この隙間か。信じられない。本当にここにあった。砂漠のアトランティス。こいつはすごい。すごい。ビクター・サリバン、ウバールへようこそ。また行き止まりだ。どうやってここから降りればいい。まあ、反対側見ますか。だよね、やっぱこっちだよね。おお、この短距離感で2つ。信じられん。砂漠で繁栄できた理由がこれか。町中に地下水が供給されてたんだ。綺麗だ。未だに飲めるなんてすごいよな。日食。こんなことありえるか。あ、嘘だ。おい、頼む。
あいつら。マジか。サリーが。クソ。どういうこと？ちょっと急に強くなりすぎじゃね？痛い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 。グレネードしかあんま効果ない感じ。やんのか。なんだあいつら。2発2回分。そんなんバケモン並みに強いじゃん。痛い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 。おおおお。で？でもね、2発だよね。やばいな。なんだあいつ。よし、やっと倒した。ちょっと。弾補給して。なんだあいつら。よし、いやーでもサリー最後だったか。ロボットも最後まで邪魔してくる感じだね。ぶっ壊してる。聞こえるか、ぶっ壊してる。戻ってこい、この。なんだ、奴どこ行った。はあ。こんなのありえない。ここはどこなんだ。これはカルテーナ。子供の頃以来ここには来てない。俺どうしたの。記憶が。ああ、そして雲。そんな。また会ってしゅみんな。やばい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 。おお、こっち。
いや体まで。うわなんだ。やばいやばいやばい。とこっち行って。なんだよ。やだ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 。ダメだ。来ないでくれ。そんな。これは何なんだ。あースモークの地点でもう かかってたわけね。何もかもが動いてる。逃げなきゃ。ここから逃げなきゃ。まさかそんな。ダメだ。できない。なんだ、どういうことなんだ。幻覚剤か、あのスモークは。さあ、ハンマーが一丁あって、逃げられない、逃げられない。そんな。そして敵が来るか。殺してやる。強いね。こっちでもない。弾補充。いや、一発が強くないとかなりきついね。もう一度開ける感じか。開いた。悪魔だ。火の悪魔だ。悪魔が生まれる。煙の。強い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 。はあ、グレネードで対処しろって感じか。火の悪魔だ。煙のない火の。お前誰殺したの。まさかこんなのあり得る。画面がグラグラしすぎても何がなんだかわかんねえな。お前サリを殺した。まさかこんなのありえない。ありえない。出よう、早く出よう。
げえ。お前サリを殺した。まさかこんなのありえない。出よう。早く出よう。とりあえず。気を確かに。冷静になるんだねと。いいな。いや、冷静なればどうこうのレベルじゃないからな。いやー、ショックな上に敵が強いっていうね。いや、ここに来て一撃武器がほぼ役に立たない。サリー、サリー、おいサリー、まさかサリー、あ、まさか。まあほぼ一方通行な感じではあるけどね。まだ幻覚剤か。で次こっち反対側か。さあ一緒に鏡の前の自分、水の中の自分か。これがリアルかもね、もしかしたらね。なんだあれは。ん、なんだこれ。いやー、予感がするな。これは目が覚めたか。いやー、にしてもあの化け物どもは何だったんだ。こっちは一応合ってるのか。さあ地下に行くか。ああ、やつらがいたか。お遊びの時間だ。さあチャプター22、おきて目を見る者。終わりだ、ドレイク。いていていて。ちくしょう。くそ。こりゃ使える。弾があればね。これが欲しかった。隠れてるな、探して。いて。もう打ち込むしかねえからね。ここまでだ。できそうか。
よし。うえ、つくしょう。ふい。よし。え？自滅した？いや、それはそれで助かるな。お、特には何もない。じゃあこっちか。ネイト、お前か。やっぱりお前か。大丈夫か。おかげで散々な目。何してんだ。本物の証拠は。本物だって分かったか。二度と俺に銃口を向けるな。ああ、やっぱあれはじゃあ幻覚か。奴らに撃たれただろ、日食のすぐ後に。何？何の話だ。ああ、じゃあもうすでに入った時点で。噴水の水を飲んだ途端に。あの水だ。あのせいで都市が滅びたんだ。神の怒りのせいじゃない。幻覚水。この都市の水は幻覚剤みたいな何かを含んでる。それでみんな行かれちまったんだ。それをマーローとタルボットは追ってるのか。ああ、まあだな。カッターが言ってた。彼らは恐怖で敵を操った。あれがあれば操れる、確実に。でも待て、やっぱりおかしいぞ。ここからどうやって水を運び出すって言うんだ。違う、奴らが欲しいのは水の中にあるものだ。なんだって。いいか聞け。つまりこういうことなんだ。サリームによると、都市の呪いはソロモン王が神柱の容器に永遠に閉じ込めた魔物たちによるものだ。容器は都市の奥深くに捨てられた。魔法のランプの魔人か。確かにおとき話みたいだよな。つまりお前はそのために女王とディーはドレイク卿をここへ送ったと思ってるわけか。ああ、追ってたのは財宝じゃない、力だ。でもそれが何かを知ってしまったドレイク卿は任務を放棄した。女王にも嘘をついて何もなかったと言った。そして旅の痕跡を全て消して歴史を書き換えた。ふん。じゃあドレイク卿には逆らえないな。さあ、そろそろ全てを終わらせよう。これでジ・エンドだ。そうか、まあまあまあ、生きててよかった、生きててよかった。なんだけど、サーリー、ここ見ろ、洞窟の上に町がある。安全じゃなさそうだ。というよりか、水がそうだったんだね。危険な香り。道を見つけなければ。ほら回そう回そう。あ、よかった。まあね、師匠が生きてることはありがたいね。危険なことになりそうだ。覚悟はいいか。やってみよう。さあ、そろそろあの二人と決着をつけるか。信じられない。これで地表まで水を送ってるんだ。驚いた。この天井を見ろ。今まで崩れなかったのが不思議だ。ああ、信じられん。はあ。砂漠の下にあるわけね。ここではない。
すっごいすっごい変なお守りが。こっちへ行こう。開けるの手伝ってくれ。かかめ。ヘビか。かがんだけど。下か。あ、普通に降りてる。いらっしゃい。その2丁をもらおうか。おい、欲しいな。避けるのうまいな。はい。避けるのうますぎやろ。よし、もう大丈夫だ。こっちだ。もうちょいもうちょい。ああ、クソ、サリーまだ嫌がった。逃げ道はない。あ、こっちは行き止まり。無理。腕には当たり判定なしなんだね。よし。弾があるからね。ハンドガンがちょっと心もとないね。危ない。おお。何を企んでやがる。水の中に入ろうってんだな。おい、こいつはセクシーだ。使わせてもらおう。まさか。あれ、スリンガー？もしかして形的にね。
まあ、シャリ手伝ってくれ、ここを通ろう。すごいなあ。あれで一応支えてはいるんだね、天井をね。気をつけて、そっと上げなさい。もう信じられないな。あのウインチを外さないと。いい方法あるか。どう見ても人数では負けてる。いいか、ここは二手に分かれて脇から襲っちゃおう。ああ、それなら勝てるかも。ないね。よしよし、こっち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 だ、サリ、ここ上がれ。どうやって抜け出せばいい。歯車だ。サリ、ここ上がるしかないか。いいか、おおかな。歯車を、で、これタイミング計らって、
このままじゃ崩壊する。あら、あ、オッケー。あと6発。うわ、よしよし、これに乗って、なんで、よしよし、なんで行かない？やべやべやべ、さあさあさあ、危ない、ほい、じゃ頭からどうぞ。まだか？お前、ドレイク。龍作か。ダメだ、もうダメ。来いネイト、引っ張ってやる。ネイサ、ドレイク。その名を名乗る資格がある？掴み取れ、フランシス・ドレイクのように偉大さを証明しなさい。そんなもん必要ない。急げ、手を貸せ。マーロー様を見捨てる気か？仕方ないだろ。レイト、早く俺の手に掴まれ。おい、掴め。おい、何してるんだ。無理よ、無理だ。無理だ、レイト。マーロー様、ネイト、さあ、おい、よし、よし、言えよ。みんな、急ぐんだ。マーローはダメだったね。街が崩れ落ちるぞ。弾がたった3発？弾さんまで一体どうやったんだ？急げ！やばいやばい。うい。さあ。さあ、いつも通りシビアな時間がやってきましたね。このシビアな時間をちょっと楽しんでいかんと。よし。おお、うい。やばいやばい。さあ、ほんで。やばいやばいやばい。まあ、神戸。神戸。危ないね。よし。
めちゃくちゃ撃ってるけどね。めちゃくちゃ撃たれてるけどね。めっちゃ撃つやん。やろうべ。逃しちまったな、溢れる富ってやつも。俺にはこれがいいのかよ、それだけで十分だ。そうか、溢れる富は水のことだったんだね。反映するしね、水がある場所はね。特にこの砂漠地帯で言うと。ちょっと待て、ネイト。どうした？いや、ただ話したいことがある。聞いてくれ。いいけど。なんだよ。俺の親父は本当ろくでなしだった。いい思い出はない。40になった時にはガキなんかいない方がいいと思った。俺は欲しくもなかった。子育てなんてできるわけがない。だが突然お前が現れた。サリ、別に今。いや、聞け、頼む。俺はたくさんの過ちを犯してきた。本当に。あれは完璧とはとても言えない。まさか俺にプロポーズしてる？俺も好きだけど。おい、やめろ。今だけはおふざけキャラ返上だ。いつから持ち歩いてた？だいぶ前だ。なくしたのかと。よく聞けねえと。どこに生まれてくるかは誰にも選べない。異業をなすのも配られたカードをどう使うかだ。ネイト。よう、どっか行くのか？まあね。指はなくなっちゃって残念。いや、いいんだ。もっといいものが手に入った。そろそろ行こうか。そうね。おい、こっちだ。どう？こう言って信用しろ。
何企んでる。マジかよ。まあ4年前にお前たちが壊したやつよりちゃっちいけど使えるよ。よし、じゃあ操縦方法を思い出せるか試してみよう。パラシュートもあるんでしょ。もちろん。3つ。多分3つ。はい、ということで、無事クリアですね。いやー結構大変だったな。今回中級でやってたんですけど、まあ初級より本当硬さが上がるって感じでかなり大変だったね。弾が常に足りないっていうかね。まあまあ無事、アンチャーテッドコレクション、3部作ですね、3作品、こちらの方クリアとなりました。そうですね、あと1作品 PS4 で残ってるのと、まあビーターちょっとしないかなという感じなんで、次回はやるんだったら4の方、4だね。うん。4つ目の、一応最後になるのかなっていう作品があるんで、そちらの方はやっていきたいなと思います。ということで、ひとまずコレクションはこれにて終了というところになります。まあ、やった感想としては、操作性だね。話はすごく面白いなっていうんだけど、間を刺すかのように、操作性がね。まあまあ、ぜひ、結構面白いんで、やりたい方はやってみてください。ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。